テトラゾールは分子式 CH2N4 で表される五因間の方向属複素間式化合物である。間は炭素1個と窒素4個からなる。熱や衝撃により爆発することがあり、消防法による危険物に指定されている。1位の窒素原子に結合したプロトンはプコイコール8.2であり、カルボン酸と同程度の酸性を示す。 このためカルボン酸の透過体として用いられることがある。シアン化水素とアジ化水素を加圧条件下で反応させることにより得られることが報告されている。同様にテトラゾール誘導体はニトリルとアジ化合物の3プラス2不可観化反応により合成される。医薬科学においてテトラゾール間はカルボン酸の透過体とみなされ、医薬品の部分構造に汎用されている。 これは前述のようにプコがほぼ等しいため、またカルボン酸をテトラゾール間に置換すると使用性が高くなり、バイオアベイラビリティの向上が期待できるためである。一例として、アンギオテンシン通受容体気候薬であるロサルタンやカンデサルタンが挙げられる。また爆発的に反応して窒素ガスを生じることを利用して、5、アミノテトラゾールがエアバッグの火薬として用いられることがある。 テトラゾールの強薬産をテトラゾリウムと呼ぶ。MTT 圧生法による細胞増殖試験では、テトラゾリウムジオである MTT 試薬が生細胞中のみでホルマザン色素に代謝されることを利用し、急行度を測定することで細胞数が測定できる。ボードウェルプコテーブル。ありがとうございます。